さん、こんにちは。漫画家の下田慎です。はい、イエス君です。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、はい、10秒、1分、1時間で、イラスト描いたらどれだけ違うのか検証してみたいと思います。なるほど。いつもやってるやつね、これね。まあ、結構たまにやってる企画なんだけども、はい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 、今日描くキャラクターは、今大人気の、推しの子のキャラクターで、このチャレンジやってみたいと思います。いやー、厳しいと思うよ、俺。まず、そもそも10秒で一体あのキャラが描けるのかっていうのと、まあ、1分ってどれくらいで、最後1時間だから。いや、俺はね、1時間絵描けるのか心配なのよ、本当にこれは。まあ、ぜひそれはやっぱプロ絵師がやると、どれくらいそこに差が出るのかっていうのと、初心者がやった場合、1時間果たして耐えられるのかっていう。耐えられない、耐えられない。ところを見てみたいと思います。はいはいはい、ちなみに今日描くキャラなんだけど、私がアクアを描いて、エース君ルビーを描いて、最後に2人のを組み合わせてペアにしたいなと思っております。やだー、俺。お願いします。なんか、ルビーちゃんに申し訳ないから嫌なんだよ。ということで、早速やっていきましょう。はい、じゃあまずほんと10秒の、私がアクア、S 君が10秒のルビーを書いてください。ルビーだよね。ルビー。でも俺さ、ルビー出てこないんだけど。いや、じゃあ一瞬見ていいよ。一瞬調べていいよ。いや、行くわ、このまま。いける ?OK?、まあ、目の中に星を、固めに星。OK、うん。目の中、固めに星書いてんだよね。よーい、スタート。はい、これです。はい、そうなるでしょうよ。髪いや、髪描こうとしたら終わったよね。でもまだこれはさ、でも割かし同レベルでペアになってるよ。いや、ないでしょう。髪の毛ないもん、俺らは。ということで、じゃあ次いいですか、1分の、アクアトルビーに挑戦したいと思います。いや、1分なの ?1 分、1分だよ。1分ある。変わらんやん。せーの、スタート。厳しいよな。どんな感じだったっけな、顔。1分あれば結構いけそうだけど。顔どんな感じだったっけな。あ、おしまい、おしまいです。あ、でも待って。S 君意外とかけてない、1分で。いや、かけてないとか、かけてんのこれ。私は顔が限度だったけど。うまっ。 S 君、体までいて。いや、ちょ、似てるやん。別物だけど、かけてる。なんだろう、似てないけど。俺なんか前さ、ショートで撮ったさ、俺千尋描いたの覚えてる？覚えてる。もうあれとほぼ一緒なんだよ、これ。目に星あるだけなんだよ。っていうことで、まあ、ここまでは序章ね、ここまではほんと。まあまあまあ。まあここから1時間、最後2人が完璧にキャラクターを描き上げて、双子を完成させますので。なるほどね。まあでも1時間だから、やっぱ資料見れるやん。資料見ながら描いていいし。資料見てない。最後は、やっぱり私的にいつもデジタルツール使って書いてるので、はい、最後は2人ともデジタルでイラスト描きたいと思います。あ、で、俺もデジタル使うの？マエスが選べてるの。別にアナログデジタル選べるけど、多分エス君アナログだと1時間持たないから。いや、そうなんだ。そうだ、持たないから。デジタルでも持たねえんだよな、マエス。デジタルで描いてくれると最後私がいい感じにちょっと合成しやすい。ね、ので、じゃあ最後描きたいと思います。では、今から1時間スタートしたいと思います。はい。タイマースタート。OK。ということで、今回は資料も一応見ながら書いてもいいので、一応最後合わせたいんで、制服ということにしましょう、衣装は。はい。制服わかるかな、アイス君。制服ね。あー、なるほど、ね。これ、この制服。あー、うん、そういう制服、ね。これ、この衣装で揃えよう。めちゃめちゃむず。いや、私ちょっとさ、初めて書くんよ、アクア。あー。でも書きたかったの。うん。書きたかったから嬉しい。なるほどね。かけて、うん。ダメだ。え、話しなっちゃった？そう。ちょっとここで問題が発生しまして、はいはい、私のこのアップルペンシルですね、電池がなくてですね。いや、それはね、完全にS君がちゃんと充電を事前に撮影前にしとかなかったミスよ。ちょっと5% しかなくて、なんか書こうとしたらすぐ切れちゃう。ペアリングが。なるほどね、なるほどね。俺アナログでちょっと書きます。わかりました。5分経ってますけど、一回止めまして。わかりました。ちょっとアナログで。S君は5分ロスも、はい。アナログで書きたいと思います。ミスだから、再開します。はい。はい、今だいたい8分ぐらい経過したんですけど、うん、私はもうざっくりラフはできました。早っ、すごい、うまっ。もうね、描きたかったから本当にアクア。でもまだ目に欲しいね。いや、それはやっぱ最後色塗る時なんだけど。あ、そうなんだ。やっぱ描きたかったよ、アクア。本当に。そうなの？なんで？私マジさ、イケメン好き、毛だるげ男子好き。当てはまってんじゃん、すごく、うん。
で、ほら、あんまりネタバレになるからさ、おしのこ見てない人には見てもらいたいからね。はいはいはい、あんまりネタバレないから細かいことは言えないけど、はい、まぁ、ちょっとやっぱ内面の感じとかアクアすごい好きで、ちょっと闇背負ってる感じとか、はい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 、あとね、もう本当に、原作のね、赤坂先生が描く男の子も、その、あの、絵を描かれてる、横槍めんご先生が描かれる男の子も、私本当に好きなんよ。二人とも女の子が可愛い作家さんではあるよ。はい、どっちかというとやっぱ女の子が可愛いっていう先生たちなんだけど、うん、その先生たちの二人が描くね、男子ね、私めちゃ好きね、昔から。言ってたもんね、よくね。ずっと S 字に語ってたんだけど、本当に好きで、この二人がもうね、タッグを組まれただけで私は感動したんだけど、やっぱね、生み出される男の子もやっぱ素晴らしかったね。イケメンだと思った。だからもう好きなんだよね、アクア。描きたかったよ、嬉しい。その横で、エスクのラフが今一瞬ちょっと目に入って笑っちゃう。めっちゃ無事な、これ。届くといいね。めんご先生にこの思いが。あ、届かなくていいのよ。私はひっそり思ってるのが好きだから。いや、もう言っちゃってるやん。あれ、カットでいいんだよ、別に。まあ、まだまだ時間はあるからな。いや、マジ、まだだって。でもまあ、言っても10分経過か。いや、まだ全然でしょ。まあ、S 君に至ってはちょっと時間配分うまくやってくんないと、早く書き終わって暇になっちゃうから。そうやな。もうあと30分かよ。いや、そうなのよ、そうなの。俺今日頑張ってんじゃん。いや、意外と時間かけてるよね、S くん。珍しく。珍しくね。ちょっと待って、紙のステージに来たから、私もちょっと資料欲しい。いや、無理だ。ちょっと待って。おー、いい。こっち真剣だぞ、今俺。ちょっと紙は、やっぱどうしても資料いるわ。ちょうど同じぐらいだな。私がイロヌリに入るのとエスクがペイルに入るのが。嘘。え、もうイロヌリに入んの？いや、それがさ、もうじゃないよ。やばいんよ。残り30分でイロヌリっつうのは。本当は千賀がさ、15分ぐらいで終わらせて、残りだから45分イロヌリに費やしたかったよ。あ、もう、ペース配分考えてたんだ。いや、そう、やっぱ考えるでしょ、プロだから、そこは。あ、そうか。でもそこの、初心者とは違うよ。そう、行きだったりだったりでいかないよ。自分の中で大体ここぐらい、ここぐらいみたいなさ、はいはいはい、自分がいつも何にどれぐらい時間かけてるか分かってるからさ。やべ、仕事できる人の発言してるやん。そう、仕事できる人だから。プロだから。ちょっとミスってるよ、仕事の、その、本来だから予定よりね。予定よりね、遅れてるのね。そうなのよ。目に10分ぐらいかけたいんだよ、なんだったら。うまいじゃん。だからやばいんだよ、本当に今焦ってんの。待って、目に10分もかけんの？いや、かけたいじゃん。やっぱ推しの子は目に10分ぐらいかけたい作品じゃん。マジか。逆に目に10分もかけるんだと思っちゃった、俺。そんな、どこにどうやってみたいな。どこに10分もって今一瞬さ、逆に知りたくて見たいよね、その10分間を。人間10分も目に絵描いてかけるんかみたいな。そう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 。目を描くんじゃなくて、色塗りに10分じゃん。そうだよね。一体どこにその10分を使うんだって今気になっちゃったよ、今俺。え ?10 分みたいな。そうそう。え目の中に10分みたいなさ。よし、俺もう終わるわ。マジで？うん、あと目の中。やべえ、めっちゃ一番いいとこ塗ってんじゃん、今。そうなんだ、ミスれないよ、今ほんと資料大事なとこなのよ。いや、ちょっとじゃあここは、俺も一緒に見とくわ。いや、すげえわ。1時間でここまで描けんのかよ。まだだよ、まだまだよ。妥協してる、かなり。いや、まだ全然妥協してるよ、マジで。かなり妥協してる？妥協してる。マジか。じゃあちなみにだけどさ、うん、1時間しかないから、今回は、うんうん。1時間で描いてるけどさ、うん、でどれぐらい描けたい？え、何に？いや、これ、アクア、本気で、今。でも私もそんな長く絵に時間かけれるタイプの人間じゃないからな。1時間半ぐらい。
1時間半ぐらい、うん、あと30分ぐらい、残り30分ぐらいあれば、うん、そうだね、まあ、うん、あの妥協なしの完璧なやつがいける、あ、なんかいい感じに描けんじゃないかな、なるほどね、うん、そう、1時間半がね、だから私ベストな気がする、絵描くとき漫画のさ、表紙とか1時間半ぐらいってこと、うん、なんかそう言われるとお前もっと時間かけろよみたいな感じだけど下手したら可能性あって今否定できなかった、うん、いやでもなんかもっと時間かけてる気がするわ、もうちょっとかけてるから、1日で描いてないもん、いつも、あ、そう、何日かかけて描いてない、うん、違う、リテイクが多いの、しぶさんもうちょっとこっちはこっちでちょっともう少しこっちはこっちでみたいな感じでよし、できたって出したら、うん、担当さんが、うん、いや、もうちょっとこっちもしてもうちょっとって言って直しが多いからそうなのよ。そして俺はもう残り5分を残し終了した。マジ残り5分なの、うん、やばいちょっと私ちょっと話しかけないで、今真剣だから本当にもう残り残すとこ少しで私今やばいから。9 8 7 6 5 4 3 2 1 終了、あ、はい、はい、ということでイラストここで完成としたいと思います。では早速それぞれのイラスト見てみましょう。納期守ったか、ちゃんと、ま、一応守った残り5分を残し終了したこの俺のルビーを見てくれいつもより頑張った。いや、かわいい、すごいかわいいんだよ見てよ、俺目のキラキラとか頑張ってんだよ、俺いつもより顔がめちゃうまいだよね、顔うまい、やっぱ俺もどうした、俺もいつもよりうまく描けたと思っちゃったんだよ、問題はだよ、うん、えぐれてるそれはね、もうしょうがないよね、やっぱり肩えぐれてる違うんだよね、やっぱりほら模写しちゃいけないじゃん。いや、マイスくんなら模写しても大丈夫だった、模写しても模写しても平気だったが、うわー、それ失敗だわ模写しないで、ここがこんな吉本先生よく言うやん、模写は、あ、まあ確かに、でもいいけど、まあ、そのまま書くなよって、ね、確かにそう、自分の作品として人のものを模写して自分の作品で発表するのはダメだよ、あとほらそのまま書くなってよく言うじゃん、だからでも一応ポーズは俺なりに、ルビーちゃんはこういうポーズするよね、まあ、コミックスでやってる2巻のポーズやってる、だからそのポーズをでも真似はしてないっていう、なるほどね、うん、してないんだね、真似はしてない、真似はしてないよ言われなくても真似てないの横に並べたい私の1時間かけたアクアはこれになっております。いや、うますぎじゃね、1時間じゃ足りなかった、もうちょっと、もうちょっと時間欲しかった、やっぱね、すごいキラッキラだわ、もうちょっと手を加えたかったなっていうところがいろいろあります、なんかもうちょっと本当はちょっとハイライトを入れる時間がなくて光をちょっと足す時間がなかったんだよね。ハイライト入ってんの、赤の推しの子って目に星でもう終わりじゃね、じゃそういうハイライトだって、例えばこう色塗りの洋服のところの塗りがすごい単調だから、ここのところにハイライト入れたりとかしたかったんだけど時間なくて間に合わなくて、とにかく目を塗んなきゃいけないと焦ったからさ、まあ、目がね一番やっぱインパクトだからね、やっぱ個人的にはアクアがクールに何かを考えてる時の顔がめちゃくちゃ好きだから、まあ、ザ・クールよりの、まあ、この感じの顔だわ、ザ・クールよりのアクアプラス、まあ、いつも私は少女漫画でもイケメン描いてるから、うん、まあ、そういつもの自分の絵のタッチも入れながら、うん、まあ、イケメンアクアを描かせていただきました。吉本先生このポーズの絵よく描くじゃん、まあ、描いてるかもしれない、このなんかこの感じのやつ描くやん、でもアクアがもともと結構手こうやってアクア考えるタイプだもんね、うんうんうん、いやだから楽しかったですという感じで、こちら2人並べて無事双子の完成ということにしたいと思います。いやこれ双子じゃないよ一応双子、いや、まあ、これは本当にあの俳優だよ、うん、これルビーはほら一応ねアイドル志望だけど、俺のはこれアイドルになれないちょっと脇がえぐれちゃったとこだけが欲しかった本当にな、よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。またこんなキャラ見たいみたいなのも教えてくれると嬉しいです、はい、ではまた動画でお会いしましょう。ものこの仕事シーンと、はい、バイバイ。